はい、ありがとうございます。本日のゲストは吉本美優さんです。よろしくお願いします。皆様拍手でお迎えください。それではですね、はい、まず本日サイバー犯罪撲滅キャンペーンということでお越しいただいておりますけれども、はい、吉本さん、サイバー犯罪と聞くとどのようなイメージをお持ちですか？そうですね、私もネットを使っててすごく便利なんですけど、やっぱり使い方を間違えるとトラブルに巻き込まれたり被害に遭ってしまったり、危険でちょっと怖いなというイメージはあります。それでは吉本美優さんにサイバー犯罪撲滅宣言を行っていただきます。はい、吉本さん、よろしくお願いいたします。お願いします。サイバー犯罪撲滅宣言。サイバー犯罪を防ぐためには一人一人の心がけがとても大切です。私たちは画面を通じて世界中の人と接することができます。考えよう、見えない画面の向こう側を合言葉に、被害に遭わないように気をつけるとともに、互いに尊重し合い、ルールとマナーを守ります。世界中の人が安全に安心してインターネットを利用できるよう、サイバー犯罪撲滅に向けて努力することを誓います。平成25年10月17日、吉本美優。吉本さん、大変力強いお言葉ありがとうございました。私実はこの警察さん、警察官の制服を着させていただくのは2回目なんですよ。前に1日高津警察署長させていただいて、その時は夏服でだったんですよ。で、今回は冬服で、いや本当に憧れの、私実は小さい頃に警察官になりたいって思った時があって、本当に憧れの制服、しかも2度目の制服を着ることができて本当に嬉しいですし、これ教えてもらったんですけど、ここの部分が警察の方って敬礼した時になんかカチッって言うじゃないですか。なんか結構敬礼した時にカチッって言うんですよ、音が鳴る。その音ってなんだろうなと思ったら、この音が当たってカチッって言うらしくて、それもそういうのも知れて嬉しいです。いや早かったですね。でも、あとダンスとかも最初は何だろうな、あんまりキレがなかったというか、ふにゃふにゃした感じのダンスに見えてたんですけど、最近はいっぱいダンスのレッスンとかさせてもらって、練習させてもらって、キビキビ動けるようにキレがだいぶ出てきたな、ちょっと上から目線かもしれないんですけど、私的にもキレがすごい出てきたなと思って、成長してきたなと思います。いや、最初はリーダーだからって言われた時は、プレッシャーとかあったんですけど、みんなで21人でとかファンの皆さんと作っていくものなので、やっぱりみんなで作っていくものなので、リーダーというよりは、X21 っていう感じで、やっぱり支えてもらってますね、私リーダーでも。憧れのアイドルさんはやっぱりすごいなと思うのは、すごいなっていうか、ザ・アイドルさんだと思うのは、ももちさんだと思うんですよね。やっぱりすごく、24時間アイドルっていう感じがして、すごいなと思います。でも、X21 は、X21 っていうカラーをたくさん出していきたいので、21人もいるので、X21 としては、21人22色っていうのを決めてるんですよ。一人一人のカラーを出して、でさらに X21 としてもカラーをいっぱい出していくっていうのが目標で、だからこれからも、オリジナルで X21 オリジナルで頑張っていきたいなと思います。